はい、どうも、デラケロスです。さあ、ウルトラマンデッカーもね、佳境に迫ってきまして、すごくね、盛り上がっている状況でございますが、ウルトラマンデッカーのね、映画がね、公開するよというね、情報が先日ね、公開されましたよね。ウルトラマンデッカー最終章、旅立ちの彼方へ。いや、めちゃくちゃさ、意味深なタイトルよね。今回、12月の15日ですか。またね、新たなね、情報が公開されまして、超豪華声優陣を一挙公開ということでね。羽次郎だったりとか、イカルス星人、関智子さんですね。あと、安田大作さんだったりとか、あと、新井さん、おなじみの新井さんとかね。そして、中尾さんが演じる、プロフェッサー・ギベルスっていうね、キャラクターもね、出てきたりですとか、去年のウルトラマントリガーに比べると、すごくまた、いろいろとパワーアップしてますよね。前回とか去年かつぶらイマジネーションでも配信するし映画でもやるよっていう新たな試みでね、挑戦したと思うんですけども、結構それが、まあ、うまくいってくれたのかな、すごくねありがたい限りなんですけどもね。イーヴィルトリガーで一応新キャラクターは出てきたけど、まあ、リデコキャラクターだったじゃないですか。で、新怪獣とかは特になかったんだけど、今回に関しては新怪獣が多分2体ぐらい出てくるっぽいんだよね。予告編とか見てると。まずそこでパワーアップしてるっていうところと、あとは紫色のウルトラマンデッカーですよね。このね、キャラクターが何なのかとか、めちゃくちゃその気になるね、ところが ありまして、すごいね、楽しみですよね。オンライン独占配信つぶらイマジネーションで、つぶらイマジネーションではいち早く本作を鑑賞できるほか、そうなの？オンライン配信でしか見ることができない、特典映像を、収録しますと。もちろんつぶいまでもね、僕ね、見ますけれども。まあ、でもやっぱ映画館でもね、見たいじゃないですか。もう映画館でのやっぱ音響とか、スクリーンとかで見る、やっぱウルトラマンってね、めちゃくちゃかっこいいんで、まあ、もちろんね、映画館でも行きたいなと思うんですけども、映画館に見に行くとですね、映画館でしか見ることができない映像特典とか、あとは、入場者特典、っていうところもあるらしいので、やっぱこう映画館でもやっぱ見たいですよね。で、基本的には去年のウルトラマントリガーと同じで、イオンシネマ系列になるのかな。まあ、イオンシネマね、結構ね、数はあるので、まあ、僕もなんとかいけそうな距離かなっていう、いけそうな距離かなっていう感じがしましたね。はい。皆さんのね、お近くの映画館あるかどうか、この辺ね、ざーっとね、こう書いてありますのでね、ぜひぜひチェックしてみてください。下の概要欄にね、リンク貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。まあ、というところでね、ウルトラマンデッカー最終章、旅立ちの彼方、いろいろね、こう気になるところが、たくさんあるんですけれども、空を歪める恐怖の要塞、彼方、対の戦い、始まりのディナスっていうね。いや、めちゃくちゃ意味深な、ちょっと文言が書いてあったりとか、あとはやっぱこの紫色のデッカーですよね。この方が何者なのとか、あと謎のね、女性キャラクターがいたりだとか、とにかくこう、いろいろこう結構、ね、謎が多いじゃないですか。ちょっとだからね、いろいろその辺喋りたいなと思うんですけど、まあ、まずは、まあ、紫デッカーですか。この紫デッカーが、ちょっとね、スペースコロナ的なね、雰囲気を帯びていて、すごいデザイン的に好みだなと思うんですけれども、まあ、面白いところが、まずこの、デッカーと言ったら、この胸のコスモですよね。宇宙のマーク。この辺の模様がないとか、あとは、ずっと常時ね、カラータイマーが赤とか、その辺がね、すごくね、気になるんですよね。で、順当に考えたら、このね、女性キャラクター、この人がディナスっていうらしいんですけども、ディナスが、まあ、なんか変身するんじゃないのっていう風に、まあ、思いますよね。まあ、そうなってくると、デッカーアスミでしょ。デッカーアスミでウルトラマンデッカーだからウルトラマンディナスになるのかなとか、ね、なんとなく、まあ単純に考えてそういう風になるのかなとか思うんですけど、この紫のデッカーが何者なのとか、どっから来たのとか、デッカーとの関係は何なのとか、ちょっとね、気になりますよね。で、ここがやっぱ一番怖い。彼方対の戦い、始まりのディナスですよ。これが何なのっていうところよね。まあ、ウルトラマンダイナの話にはなっちゃいますけど、ウルトラマンダイナはさ、最終回で、宇宙のね、彼方へ、ね、光の中に消えていっちゃったわけじゃない。アスカ、ウルトラマンダイナ消えていっちゃったわけじゃない。いや、今回のアスミ彼方もちょっと、そういうような展開というか、かなたもどこか旅へ行ってしまうのかななんかそんなことをね、予感させるような、ちょっと、なんかビターじゃないですけど、そういうような終わりになっちゃうのか、旅立ちの彼方へっていうやっぱところもね、すごく、なんか含めて、ちょっとやっぱビターというか、彼方が、宇宙の彼方、光の中に消えていっちゃうみたいな、なんかそういう展開もね、ありえそうですよね。で、始まりのディナスっていうところもまたこれ気になってて、いわゆるニュージェネレーションティガとしてこう皮切りにね、トリガーが始まったわけですよ。で、その地続きとしてウルトラマンデッカーが、まあ、そのニュージェネレーションダイナという副題はついていないけれども、まあ、いわゆるニュージェネレーションダイナという立ち位置でウルトラマンデッカーが始まったわけじゃないですか。もうじゃあ次回どうなるの？来年のウルトラマンどうなるの？これやっぱニュージェネレーションガイアやるんかなって、この始まりのディナスを見てちょっとと思っちゃったというか、このディナスが起点となってこの世界で生まれるまた新たなウルトラマン、それもトリガーは超古代3000万年からこう蘇った戦士、デッカーは未来から来た戦士、じゃあニュージェネレーションガイアはどこから来るの？そう、現代の。そしてその地球から生まれるまた新たな戦士、ニュージェネレーションガイア、なんか、この、始まりのディナスから、こう、起点となって、なんかやりそうだなとか思っちゃったんですよね。どうなんですかね。まあ、この同じ世界観で3年連続やるって結構、大変というか、できるのかなっていうところと、あとやっぱ、ティガガイナは、同じ世界観で繋がってたから、トリガーデッカーも同じ世界観でやるっていうのはわかるんですけど、ガイアって同じ世界観じゃないじゃない？ティガダイナとガイアって平成三部作のくくりではあるけど、ガイアって別の時空のお話だから、まあそうなった時にニュージェネガイア僕はやらない派、否定的とは言わないけど、僕はニュージェネガイアはやらないんじゃないのって僕は思ってたんですけど、なんかこれやっぱ始まりのディナスとか、こういう含み持たされちゃうと、いやこれやっぱワンチャンあるんじゃねえかな、ニュージェネガイアとかね、思っちゃいますよね。どうなるかわかんないですけどね、実際ね。まあ、まず来年のウルトラマンがあるのかどうかも、うちがわかんないですけどね。ある前提で話してますけど、どうかわかんないですけど。まあ、あとね、ニュージェネガイアを仮に作った時に、ギャラファイで、トリガー、デッカーが参戦するときに、まあ、ティガ、ダイナ、ガイア、アグルも多分ね、絶対ね、ギャラファイに参戦するじゃないですか。そうだったときに、ティガ、ダイナ、ガイア、アグルと一緒に参戦する、トリガー、デッカーで、もう一人ニュージェネガイア、まあ、ニュージェネガイアとニュージェネアグルがいたら、なんかその、収まり的にもいいよねっていうところで。だからギャラファイの方もさ、一旦ギャラファイお休みしてウルトラマンレグロス配信が控えてるじゃないですか。だから、そのウルトラマンレグロス配信するのも、もしかしたらニュージェネガイアを待ってるからなのかなとか、僕ね、なんかそのどんどん妄想が広がっちゃってね。いやー、どうなるんでしょうかね。あとはやっぱり、このプロフェッサー・ギベルスですか？この辺がね、どういった活躍をするのかも気になりますし、あとは全く触れられてないこの子ね、この子何なのって、この怪獣は何なのっていうね、ところもね、気になりますよね。名前も出てないよね、確かね。だから名前もわかんないし、多分プロフェッサー・ギーベルスが連れてきたら多分やばい怪獣なんだろうけど、そういったところで、その敵側の方も前回のウルトラマントリガーの映画から比べると予算的にパワーアップしてるなというか、新規怪獣2体も増えてるからね、めちゃくちゃパワーアップしてるなっていう印象あるんですけど、いや、この辺もね、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということで、今回はウルトラマンデッカー最終章、旅立ちの彼方へ、どうなっちゃうのっていうね、ことを語りたくて、ちょっと雑談話してしまいましたが、いやー、楽しみですね。まあ、何はなくとも、つぶらイマジネーション、お家でね、見られるっていうところもありますけど、やっぱ劇場で、映画で、ウルトラマンがやっぱ見れるっていうのは嬉しい限りですよね。映画で見るウルトラマンっていうのはまたね、格別なもんですからね。あとは、つぶらや関係で言ったらばね、1月のね、20日に、グリッドマンの、ね、SSSS グリッドマンの総集編の映画がね、公開するってことで。しかも、3月の、10日だったかなには、ダイナザノンの方の総集編。そして、来たる3月の24日、ついに、グリッドマンユニバースがね、劇場公開されるってことで、1月、2月、3月と、もう、つぶらやヒーローが映画館を蹂躙します。グリッドマンとウルトラマンデッカーやで、やばいよね。はい、ということで以上でございますでございました。それでは、バイバイ。